マラソンランナーにとって、筋力や持久力と同時に大切な、ランニングシューズ。ランニングシューズは着地の際や地面を蹴る際に生じる衝撃から、足や膝だけでなく身体を守る役割をしています。1960年ローマ五輪大会マラソンで、なんと裸足で 42.195km を走りきり、しかも金メダルを獲得した選手がいました。伝説のランナー、アベベビキラです。アベベは1932年、 エチオピア、ショア州、現在のオロミア州のセミエンショア地区で生を受けます。家は貧しく小作農の次男でした。小学校には一年通っただけで、家業を手伝う毎日が続きます。自宅から10キロ離れた農場までの道のりを、毎日裸足で走って通いました。彼の出身地は標高3000メートルもの高さがあります。この高地で毎日往復2 0キロも走っていたので、自然にマラソンに適した体になっていたのでしょうね。 19歳の時、皇帝入れ、セラシエ一世の親衛隊に入隊。親衛隊での訓練で足の速さに注目したのが、スウェーデン出身の、オンニ・ニスカネン。ニスカネンはクロスカントリーやインターバルトレーニングを取り入れた科学的な練習をアベベに施しました。1960年、アベベはローマオリンピックのマラソン代表選手に選出されます。ローマ大会の1ヶ月前に、ローマに入ったアベベに。 思わぬアクシデントが襲います。本番まであと2日という時に、シューズがついに根を上げたのです。ローマで自分に合った靴が見つからなかったため、彼は裸足で走ることを決断します。もともと彼は子供の頃から裸足で野山を駆け回っており、足の裏の皮は厚く、裸足で走ることに慣れていました。1960年9月10日、ローマオリンピックのマラソン競技が行われました。 はだのアベベはニスカネンコーチの指示通りの回想を見せました。1、20キロまでは本気を出さない。2、30キロまではトップに立つな。3、それでも、優勝候補の選手の動きは気にしておくように、アベベは真っ先に外線門のゴールテープを切りました。タイムは2時間15分16秒に、当時の世界最高記録でした。その時、アベベは全くの無名で、 優勝した絶景11番の裸足の選手の名を知る記者が一人もいなくて、記者席が大騒ぎになったそうです。ゴール直後も余裕でストレッチを行い、軽くジョギングを行います。そして、まだ余力はある。走れと言われれば、もう20キロメートルぐらい走れる。と話し、世界を驚かせました。アフリカ大陸発の金メダリストになったアベベは英雄となり、皇帝の入れ、セラシエ一世から直々に祝辞をもらい、 勲章と金の指輪が送られました。次のオリンピックは1964年の東京大会でした。エチオピアの旗手を務めたアベベはこの時不安を抱えていました。マラソン競技の35日前に急性盲腸炎の回復手術を受けていたのです。10月21日、ドイツ製のスニーカーを履いて試合に臨んだアベベは不安をものともせず、20キロ地点で独走状態となり、オリンピックに連覇を果たしました。この時 日本のつぶらや選手が3位に入り、国立競技場が大いには来ました。1965年には、毎日マラソンに4年ぶりに参加、優勝しています。実は僕はこのマラソンを実際に見ています。沿道に立ち、配られた小旗を振りを応援しました。しかし、3連覇を狙った1968年のメキシコ大会は、16キロの地点でリタイアしてしまいます。翌年の1969年、 不運にも自動車事故により脊椎を損傷した彼は歩くことすらできず車椅子生活になりましたその後も障害者の競技会に出場するなどスポーツを愛し続けましたその頑張りも長くは続かず1973年10月交通事故の後遺症である脳内出血によって生涯を閉じました去年41歳の若さでした不正室のランナーが走り続けた偉大な足跡は今後も消えることがないでしょう